ノースアメリカン X-10X-10 はアメリカ合衆国のノースアメリカン社が開発した巡航ミサイルの無人試験機。初飛行は1953年10月14日。長距離地対地巡航ミサイルである SM-64 ナバホミサイルの試験用として開発された。SM-64 ナバホミサイルは超音速巡航ミサイルであり。 その空力試験用に製造された。機体は大陸間巡航ミサイル試験機、RTVA-5 の名称で1946年から開発が開始されていた。当初はロケット推進案が考えられていた。1950年までに試験機に J-40、ターボジェットエンジン2機を用いることが決定し、開発が開始された。 X-10 の名称は1952年に与えられている。X-10 は機体後部にデルタ翼の主翼を持ち、機種近くにカナードを有する。総垂直尾翼であり、垂直安定板は外側に25度傾いている。機体側面に固定式のインテークを有し、胴体末尾にノズルがあった。三点式の膠着装置を持ち、遠隔操縦、または、 自動操縦により離着陸できる。最大速度はマッハ2であった。XSM-64 ナワホミサイルは、X、X-10 と同等の形状をしており、ラムジェット推進する。それにロケットブースターを追加し、核弾頭を搭載するものとなる。初飛行は1953年10月14日に、エドワーズ空軍基地で行われている。 1953年から1955年までは、エドワーズ空軍基地で5機の機体により15回の試験飛行が行われた。その後は6機の機体が追加され、ケープカナベラルで試験された。しかしながら、アトラス大陸間弾道ミサイルの実用カメドがついたことから、1957年2月4日に最終の試験飛行を行い、1957年7月13日に、 XSM-64 も含めて開発が中止された。X-10 は事故や衝撃試験で失われたものを除く3機が1958年から1959年1月26日にかけてボマーク地対空ミサイルの実標的として用いられた。ミサイルにより撃墜されなかったものの2機が着陸事故で残り1機も機械故障で墜落している。 全部で13機が製造されており、うち10機が飛行試験を行った。総飛行回数は27回。2008年現在は1機が国立アメリカ空軍博物館に保存されている。ありがとうございます。